내 노트. 妖術で。うはー、気を覚えねえ。ドン。出撃。敵を見つけ、破壊する。敵本陣への道は妖術で阻まれている。術者は恐らく清盛の腹心孫悟空。まずは他の者を打ち果たさねば。日に日に力を増してる。殴った程度じゃその術は解けねえよ。消えた。俺の妖術。戻れ、クグツよ。力を補って死んぜよ。見事に騙されてくれたぜ。さあ、おっさん、時間は稼いでやったぜ。時は満ちた。さらなる悪夢を見せてくれよ。叩く間に味方が敵に回るとは。このままでは本陣が。こいつは面白い。おっさんには及ばねえが、俺もやってやろう。見事な剣技です。今日も冴え渡っておられますね。よっと、こんな感じか。を放っておいては危険です。早く止めましょう。救援に来ていただけるとは。Thank you.
ました。おっと、さすがに本陣の守りは固いか。なら味方に引き込むまでってな。素晴らしきご活躍です。やるね、十分楽しめたし、退散するか。清盛よ、そなたの邪法阻ませてもらおうか。魔を打ち、邪を破る。覚悟しやがれ清盛、義経様への手土産にしてやる。妖術が弱まっているのか。今に皆を妖術より解放できるか。覚えてやれ。森蘭丸様、お救いいただきありがとうございました。あの名前を操られていたかと思う。身が震える思いです。私もかつて操られたことがありました。だからこそあなたを救えてよかった。清盛様よ、ここはどこだ。私は何をしていたの。お見事です。この身も引き締まる思いです。これが真の戦国です。なんて勇壮な戦術。周太様、見事な剣技です。今日も冴え渡っておられますね。雪村、お前が助けてくれたのか。感謝するぞ。いいえ、礼には及びません。羽根継ぐ殿の自信が妖術に打ち勝ったのです。うん、見事や。ほれぼれする働きじゃったぞ。ここで口当てろ。倒し続けなくちゃならない。義経様に認められるためにな。だから三人と一緒にいるのだ。あいつの行く先は妖魔だらけだ。ぺちゃんこにしてやるわ。受けて立つ。
ここで口当てろ。急ぐ清盛を止めねば堂々巡りとなろう。この地にたどり着いた。この清盛というものが、その源か。せいぜいあがくがいい。敵将、俺が討ち取った。幾たび抗おうとも、滅びの定めは揺るがぬ。無駄よ。俺たちの勝利だ。すまねえ。よっ、シュート。これをやろう。